岡山県和気町に火葬場を見に来ました。奈良時代に道教という僧侶が女帝聖徳天皇をたぶらかして天皇の地位を簒奪しようとしたのを阻止したことで有名な和気の清丸の出身地です。和気町単独の火葬場ではなく和気北部衛生施設組合が経営しています。この情報だけだと特に関心を持つ方は少ないと思いますが、組合の歴史を紐解くとなかなか面白い事実が出てきました。まず組合の発足について、1966年に設立され、当初はゴミ処理事務だけに特化した一部事務組合でした。かつて一部事務組合は一種類の事務しか行えなかったのでしたが、1973年に自治法が改正され、複数の異なる事務を行う複合的一部事務組合という形態が可能になりました。それを受けて和気北部衛生施設組合は1976年火葬場事務を行うよう規約を変更しました。しかし規約変更から約10年間火葬場は設置されないまま時が過ぎました。どうやら土地の選定について地元住民と組合側でなかなか折り合いがつかなかったようです。ようやく合意を得た後も組合側が合意した内容より少しずれた場所に建設することとしたため、反対運動が再燃し、着工の日には反対住民50名を機動隊員80名が囲んだという騒動もあったようです。そんなことがありましたが、1986年に火葬場は完成し、名実ともに複合的一部事務組合の体裁を整えたのでした。もともとあったゴミ処理場を移転した跡地に温泉旅館が後に設置されます。興味深いのは、その温泉も和気北部衛生施設組合が経営することとなったのでした。幅広く多角経営をする複合的一部事務組合が誕生したのでした。動画公開の時点では温泉は和気町単独の経営になりましたが、一時的とはいえゴミ処理場、火葬場、温泉施設が同一の組合によって経営されていたのでした。なかなかカオスで私は興味深いと思いました。さらに後にゴミ処理事務を和気町単独で行うこととなり、和気町と赤岩市が構成する和気北部衛生施設組合は火葬場事務だけを行う、複合的ではない一つだけの事務を行う一部事務組合となりました。ここまでで組合の説明は終える予定でしたが、速報が入ってきたのでお伝えします。この動画公開の約半年後、2025年3月末をもって和気北部衛生施設組合は解散するそうです。解散後、火葬場はどうなるのでしょうか。和気町と赤岩市は実はもう一つ、和気赤岩死尿処理施設一部事務組合というのを構成しており、2025年4月以降の火葬場事務はそちらに統合されます。火葬場事務も行う複合的一部事務組合となる以上は名前を変えた方がいいんじゃないかと思ったのですが、もちろんそちらもケアされていて、統合後は和気赤岩環境衛生施設組合と組織名を変更するそうです。こちらの世界線では今日は冬至で、雨も降りだし、もう夕方だしでとても寒いです。早くホテルにチェックインしてお風呂に入りたいのですが、もう一箇所頑張って火葬場を見に行きます。途中図らずも廃止された鉄道の動態保存に出くわしました。赤岩市が和気町とは別の自治体と構成する柳原吉井相田火葬場施設組合の柳原斎場にやってきました。さっきよりますます寒くなっています。そしてさらに暗くなっていて、撮影もかなり困難になってきました。建物の外観はおおむね左右対称ですが、内部は右側が待合室か何かのようです。火葬設備はありません。左半分はまごうことなく火葬設備を備えていますね。排気筒が2本見えるので、火葬炉もおそらく2基あるのだと思います。この柳原斎場は最初に見た和気町の火葬場と違って、同じ場所に仙台施設がありました。
さらに厳密に言うと仙台施設の位置は現在の施設の裏あたりのようで、せっかくなので跡地も撮影しておこうと思いましたが、番犬がいて怖かったので1枚だけ雑にシャッターを切って表側に逃げることにしました。正面ドアのガラス部分に張り付いて撮影しました。暗いので長時間録音をすることになりますが、寒さで震えてしまいカメラをじっと固定させておくのが難しく、激しく手ぶれが発生、ひどい写真になってしまいました。しかし AI を使ってみたらかなり強烈に補正してくれて、ギリギリ干渉に耐えられる画質になりましたので、皆さんにもご覧に入れることにしました。シンプルながらも厳かな立派なロマエを持っているのでありました。それではまた。